はい、どうもすいません。はい。なんだろう。貧困で、みかん1個を盗んで逮捕っていうのが、いつもずっと言ってるですね、長いこと言ってる、集合意識の海部さんっていう方が、有名なですね、いらっしゃるんですけど、その方の、ライブのタイトルに出てきて、ちょっとこれをタイトルにですね、貧困でみかん1個を盗んで逮捕。まあ確かにね、みかん盗むことはですね、悪いと思うんですけども、ただまあね、カリフォルニアの、カリフォルニアの法律のことね、ずっと喋ってきてね、いくらでしたっけ？ 950 ドルか。950ドル、13万か14万か、まあ、そのくらいのものだったら万引きしていいですよっていうので、これがなんか2021年ぐらいからね、アメリカではそうなってるみたいで、法律でですね、法律で、だから法律でそうなってるので逮捕されない、逮捕できないんですね。何を、盗んでもね。で、そんな金額もですね、確認のしようもないから、まあ普通に、何でもね、テレビでも何でも、まあ持ってっちゃう、動画がいっぱいツイッターに出てるんですけども、カリフォルニア万引きとかですね、検索していただければ、ツイッターにいっぱい出てますんで、で、それもずーっと結構私前から喋ってるんですけど、まだそれでも、そのカリフォルニアでお店が成り立つってことなんですよね。それが私はちょっと意味わかんないんですけど、意味がわかんないですね。そんな状態でなんで商売できんのかってね。だって、13万円のものを持ってかれたら、ね、13万円のものを10回持ってかれたら130万ですよね。まあ、13万じゃなくて、5万でもいくらでもいいんですけど、そんな別に値段見て盗んでるわけでないんでしょうからね。まあ、仮にですね、まあ一日に、まあ10万円分盗まれたとして、その10万円分の利益を出すのに、普通にどれだけ、商品を売らなくちゃいけないのかってことになるじゃないですか。だからそれでも、そのまだお店っていうものがやってるってことが、私は、ちょっとなんかこれが疑問だから、これ言ってんですけど、カリフォルニアにいる人に聞かないと、実際本当のところはどうなのかっていうね、ことをですね、この盗んだ動画ばっかり、盗んでる動画ばっかりいっぱい出てくるんですけど、それって本当なのかなっていうかですね、だって、盗んだらですね、普通、潰れますよね。だって、うちの近所だってね、ファミリーマートとパン屋さん潰れて、もうしょっちゅう変わってんですよ。どん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 潰れてね。新しいのに変わるわけですよ。まあ、その、潰れてまた変わるのもまた、すごいなと思うんですけどね。整体院になったりですね。もう整体院っていうか、マッサージなのかな、そういうのとか、あとね、ちょっと前だったら美容院がバーッとできてね、で、美容院が潰れて、だってこれね、コンビニなんてそんないらないじゃないですか、コンビニだってね。そんな何個もね、ファミリーマートとローソンとなんとかなんとかセブンイレブンとね、あれが何個も何個もね、もう近所にあったらね、それは潰れますよね。
パン屋さんがね、なんかすごい大きいパン屋さんが潰れたんですよ。それ別に万引きで潰れたわけじゃなくて、やっぱりパン屋さんが多いってことなんですよね。別にパン屋さんね、スーパーで買えるしですね。今日なんだか、4°C っていう会社がなんか、どんどん閉店だとかね、っぽい、なんか載ってましたけど。だからですね、まあもう大量生産、大量消費っていうかですね、それはもう限界に来てるわけですけど、本当にですね、iPhone 10、15?15? 15もなんか全然売れないとかですね、iPhone 15、iPhone 14、路上で投げ売りっていうのはもう私何十本も動画撮りましたけど、iPhone 14も、まあね、今 Android のがね、売れてるみたいですね。だからもう物はいらないっていうかですね。だから私楽天モバイルの話を、ね、楽天モバイルが一番安いっていうね、今のところ。楽天モバイルでね、楽天リンクっていうので、あれすれば通話料タダですしね。あとは、まあメッセージしたいなら、ツイッターでもフェイスブックでもいいですからね。楽天モバイルが一番いいんですよ。で、私、楽天モバイルでね、これ今、楽天モバイルの Wi-Fi ですけど、全然、全然もう調子いいですよ。全然何にも困んない。よく繋がんないとか言ってる人いるんだけど、繋がんないなんてこと全然ないですよ。もうバッチリ繋がるしですね。そういうことで、その貧困でみかん1個盗んで逮捕って今出てたんですけど、昨日出たのがこれが、青汁王子さんって有名なですね。あと、青汁王子さんが怒ってるやつね。三崎優太さん。政治家が1000万円ちょろまかしたらどうたらこうたらって記事ですね。それと今出てきたのが、この武井壮さんの、もう税金払わなくていいっていうかね。そういうのが、それ、もう逆、あの、裏のチャンネルに今やりましたけれども、DJ なんだ、ソダっていう人。なんか、これはなんか面白いから、やったんですけど、まあ、それだけじゃなくてね、あれの流行りのやつのことも載せてるので、リンク先でね、まあ、DJ、ソダさんでいいのかな。あと、岸田首相は火の玉になるそうですね。火の玉、そのコメントが面白くてですね。コメントが面白かったですね。火の玉になるっていうね、この記事のね。いっぱいね、ツイッターとかね、ヤフーニュースとかのコメントがいっぱい書いてあるんで、そういうのを見ると面白いですね。そういうことでね、政治家はこんな1000万円ちょろまかしても全然逮捕されないのに、まあ、みかん1個盗んだらね、逮捕されると。いうことですね。これもうみんな、あれでもうね、もう小学生の方でも、もうみんなわかってる。ね。このおかしい世界ですよね。これおかしいですよね。政治家がこんだけ、大金をあれしても逮捕されないのに、みかん1個盗んでね、あとこれ今やったんですけど、肉まんを、バット打ち、食べ物を粗末にする系 YouTuber の主張ってね、ね、これが今、炎上してんのかな。あと、昨日、おとといか。ああ、それやんなかったな。やったかな。なんだっけな。なんか食べ物のね、ああ、そうだ、ラーメンを、ラーメン、インスタントラーメンで、のお風呂で、お風呂に入るみたいなことやった人いるんですよ。インスタントラーメンのお風呂をね、
いやー、それね。だからそういうのの、なんだろう。最初っていうのはドリフターズですよね。ドリフターズですよ。ドリフターズとかね。あとここに書いてある顔面シュークリームと同じって書いてありますけどね。まあこの記事ぐらい書いておきますか。まああと、青汁王子さんとか書いておきますか。武井壮さんとかね、書いときます。火の玉になるも書いときますか。DJ ソダさんも書いときますか。DJ ソダさん書いときますか。それでですね、あと、ベーシックインカムの話で、ズンダモンさんっていうね、チャンネルがあるな。私それすごい好きになっちゃって、なんかね、ゲームをやってるだけでお金もらえるっていう動画が昨日出てきたんですよ。ズンダモンさんっていうね、有名なチャンネルなんですけど、すごい優しいチャンネルで、すごくいいので、ゲームやってるだけでお金もらえるってね。あとは、このベーシックインカム再生リストね。これをもうどんどん聞いていただければね、いいと思いますね。これはもう、悪いことじゃないので、悪いことじゃないですからね。もう働く必要ないのでですね。働く必要ないので、ゲームやって、お弁当も出るみたいだし、そういうことですね。それずんだもんさんが言ってるので、私が言ってんじゃないですかね。ずんだもんさんが言ってるんで、この、再生リストに入ってるので、まあ、いろんな人のね、この再生リストね、まあ、どんどん増えてますけど、毎日毎日増えてますけどね、増えてきますけども、ベーシックインカムの再生リストね、これ全部聞いていただければね、すごい、もう知識、知識アップっていうね、行政書士の方のね、もう知識はね、武器ですからね。それで、いつも、やってる、19さんっていうね、19さんは、手取り16万らしいんですね。19さんね。19さんは16万なんですよ。13万じゃないんですよ、東京のね。16万なんですよ。だからいろいろあるのでね、そういうのもね、いろいろやり方がね、あと、まあ、働いてもいいし、働いたの分は、ちゃんと申告すればいいんですよね。あと、私が思うのは、なんかやるとするじゃないですか。なんかやって、犬の散歩でもいいんですよ、なんでもね。犬の散歩やってあげて、現金をもらうんじゃなくて、例えばお米もらったとか、そういうのはどうなんのかなとかね、現金じゃなくてね、バナナもらうとかね、そういうのどうなのかね、まあ、商品券、まあそういうのわかんないとか言ってあるけども、悪いことはしないで、だから、人は、ポイントは大丈夫ですよとか言ってんだけど、ポイントってあるじゃないですか、いろんなポイントってね。それは、だけど、またね、不正受給とか、そういうのになっちゃうと良くないから、ちゃんと言えばいいんですよ。言えばね。言えばいいんですよ。リンゴもらいましたね。リンゴもらいましたって。では、リンゴをもらったら、じゃあ、リンゴ代分ですね、引かれんのかどうかは私にはわからないので、だからね、いろんな角度、いろんな、面からですね、いろいろですね、みかん1個盗んで逮捕されるんじゃなくて、みかん1個盗んで逮捕されんじゃなくて、みかん1個盗んで逮捕されんじゃなくて、普通にもらえばいいんですよ、日本国家からですね。
お金は紙なんですよ。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 紙と金属と数字なんですよ。そんなのいくらもらったって、もうびくともしないから。びくともしないですよ。税金から、税金を集めてそれを何かに使ってるなんて嘘だから、紙と金属と数字なんですよ。外国にお金ばらまいてるって、紙か数字を、紙ばらまいてるわけじゃないと思うから数字でしょうね。何らかの数字ですよ。ね。それか、もう実際に、物をあげてるとかね。あとは人を派遣してるとか、そういうことじゃないですか。ね。人を派遣すれば、人に対してお給料払わなくちゃいけないから。それは、ちゃんと、それは外国に対してですね、なんかあげてるってことになると思うんですけど、私はね、人を派遣するとかね。ちゃんとお給料払わなくちゃいけないんだからね。それなりの対価でですね、外国まで行くってなったらですね。まあ、そんなところでいろいろですけれども、逮捕される必要ないので、逮捕される必要はないので、だから知識が足りないんですよ。知識が足りないんですよ。だからこの再生リストとか、まあこういう、もうね、YouTube に山ほど載ってんだから、こういうね、山ほど載ってんだから、それをみんなでね、教えてあげればいいんですよ。いいんですよ。いいんですよ。お金は紙と数字なんですよ。全然もうどんだけ配ろうが、日本政府はもう絶対そんなもうびくともしませんので、本当に日本はお金持ちなんですよ。お金持ちっていうかね、どこの国もお金持ちなんですよ。物質はいくらでもあるんですよ。世界中すべてお金持ちなんですよ。物質はいくらでもあるんですよ。いくらでもあるんですよ。食べ物捨ててんですよ。食べ物を捨ててるんですよ。このぐらいでですね、もうちょっとね、リンクを書くのめんどくさいからですね、ちょっとベーシックインカムのだけ書いときます。もうね、あといろいろツイッターに載ってますんでね。はい。そういうことでね、みかん1個盗んで逮捕されないようにですね、政治家をもっといっぱい悪いことね、莫大な金額で悪いことをしてるわけでございますからね。はい、どうもすいません。はい、失礼します。